ミグマイナス -9、マイナス9中期中のミグマイナス -9、ミグマイナス -9 は、ソビエト連邦のミグ設計局が開発し、ソ連空軍や中国空軍で運用された、ジェット戦闘機。ソ連発の実用ジェット機。DOD が割り当てた、コードネームは、タイプ1。北、大西洋条約機構の使用する NATO コードネームは、ファー5。ソ連は、戦前より、 ジェットエンジンの開発を行っていたが、第二次世界大戦の勝利により、ドイツから先進的なジェットエンジンや技術者を獲得することに成功した。ドイツの開発した b m w 0 0三軸流式ジェットエンジンは、r d 二十という名称で国産化されたが、このエンジンを搭載する初のジェット戦闘機として I-300 が開発され、ミグ九として、 実戦配備された。ミグマイナス9は飛行機としては基本的に良好な性能を持っていたが空気取り入れ口の中央に機関砲を装備するという武装配置は致命的な欠陥を持っていた。機関砲の排気がエンジンに吸い込まれエンジントラブルを頻発させた。そのためこの機は十分な性能を発揮できなかった。 その後、武装配置を改善した m i g -9M や、複座練習機型の m i g 9ちも作られたが、m i g -15 が空軍の主力となったため、いずれも大量には生産されていない。その他、複座の試験機の m i g -9L もあった。m i g -9 各型は中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国軍機として、朝鮮戦争へも投入されたが、 目立った働きは聞かれない。1940年代以末に後退翼という最新技術を盛り込んだ高性能のミグ -15 が完成し実戦にも投入されるようになるとミグ -9 は後方任務へ回されたようである。ミグ -9、FS3 面図約 -15 同時期に開発されたジェット戦闘機。ありがとうございます。